ありがとうございます。先生の解説で植木山の疑問点がすっかり分かるようになりました。そう、さよなら。先生、進藤さんのことを許してあげてください。ほら、成績はトップなのに私をかばってくれたせいで雑用係やらされるなんてちょっとひどいっていうか、なんなら私が今まで通り雑用係じゃなくて代表員やってもいいし、この前のテストだってトイレ行ってたから結局0点だったんです。授業以外で私に話しかけていいのは成績上位の2名だけです。そんな、あなたが言ったの、許してくれるように私に言ってくれって。そんなことしてません。この際だから言っておくけど、いくら成績が良くても私に逆らっている限り罰を与えますからね。生徒が教師に逆らうなんてとんでもない話です。